で一応その今まで、うんとまあ、川崎大師とかいててでここに来るようになってから、まあ、一応その少し状況が一変したというかもともと僕今心臓手術した後なんですけど心臓の手術も早く発見されてで、まあ、あと3年ぐらいしたら死んでたかもしれないぐらいの状況の中発見されてで、まあ、生きながらいたりとか。 結構いろいろいいような感じの循環がすごく回ってき始めたんでまあその後に、まああにプロテストに合格して、はい、マージャンの道に入りましたしそれまでは何やられ何歳ちょっと経歴を簡単に教えてもらっていいですか、はい、あの僕は、まあ、あの早稲田大学卒業後あのリクルートに入社してでその後いろいろ独立したりして。 まあ、会社を起こしたり、起こさなかったり、いろいろやりながら、転々として。で、えっと、やってるという状況ですね。麻雀との関わりは、その早稲田大学の頃からお知ります,すか。あの、まあ、実際のところ、高校から <laughs>。なんですけど。高校から。高校も早稲田なんですか。高校も早稲田学院ですね。はい。いつ早稲田入ったんですか。高校からです。で、じゃ、高校早稲田入って、麻雀を覚えた。覚えてる、そうですね。はい。から、麻雀との関わりを教えてください。で。 高校,まあ、高校大学の頃に、まあ、もう相当古いですけどあの町野クラブという雀荘があってそこであのいろんな人たちと会いあの今の代表の僕の,あのマ,ジマジャネ語の代表である押田幸雄にも会いましたしいろんな人とお会いすることができてでそこからずっとまあ いろいろ麻雀はやってましたけどまああの選手というよりかはそこから一応そのまあ一般的な会社に入って会社員になったという感じですね。でずっとあのまあ麻雀はちょこちょこ,こう、まあ、遊びでとかやってたんですけどうっと心臓の手術をしてるときに何歳ぐらいですかうんと今から8年前ですね。ってことは 八ですね。心臓がなん,なっん、ね、っと、そうですね。心臓がちょっと悪いかなと思っていて調べたら、あの心臓のここの血管が五本詰まってて、で全部バイパスをし <laughs> 血管をこう入れ。八だ。だ大丈夫ですよ。えー、<laughs> 大丈夫ですよ。あのその血管をこういろいろこう、まあ、サイボーグのように。 あの組み込んででやるってていう手術をしてですねその時に一時1か月ちょっと半ぐらいかなやっぱ入院をしててで,、ねはい、でまあ一人でずっとこういる時間が多かったんですよで多かったんでまあこれからねあと半生どうしようかなとやっぱり考えるじゃないですか。で考えた時にまあ自分が昔から得意だったものとかそういったものについてはまあ これからやっていきたいなという思いがあってで、でまあマージャンの選手、まあ、プロとしての選手としての道を考えようかなと思っていたんですね。でそれで、えっと、その後ちょっと1年半年ぐらい過ぎて、ジョブやっぱりやろうかとで決めたときに、あのもとそのさっきも一番初めに言ったように、押井ゆき代表と昔から会って、まあ弟のような 存在ででやってましたんでもう入るならあのその時は僕はその,その8年前はあんまり知らなかったんですけどもそこからいろいろ勉強したらもうあの押田幸雄さんが「麻雀連合」の代表になっていると。これはもうここ入るならここしかないということで麻雀連合に入ることを決めたんですね。で決まったけどじゃあいつ入ろうかと思って あのたまたまなんですけどホームページを見たらあの「資格が50歳以下じゃないとダメですと」と僕当時その時49だったんでこれまずいというのであの一生懸命勉強をもう一回してですねであのもうチャンスが1個しかなかったんですけどあのその10月のただまあ過ぎても大丈夫だったみたいなんです結論から言うと。ですがあのその時にもうチャンスが1度しかないのでもうこの時に受けようと。 ということで、あのまあいろ,いろいろ勉強もして、で試験にまあ見事受かって、で今あのここに至るという感じですね。ああ、じゃあ49歳ぐらいでプロになったんです、ね。そうですね。なるほど。今54年ちょうど5年目です。ええー、じゃあこの間最強戦出たのが2020年、ね。そうですね、51の時ですよね。<ー>3年ぶりなんで。結構はなんでプロとしては若い。 <laughs> そうですね。そうです、そうです。すごいですね、やっぱり。ええ、五年で二回も。<laughs> あ、そう、まあ、まあ、まあ、はい、まあ、まあ、本当に、まあ、まぐれもあるんですけど。まあ、頑張りました <laughs>。まあ、もともと、あの、執念だけは、ちょっと、多分。あの、多分、あの、会場の中では、僕が一番あったと思います。正直な話。どうしてあの、その、まあ、たまたまなんですけど。あの。 コロナにかかってコロナの後遺症でもないんですがそこから胆石で緊急入院して胆の炎になってで、えっと、胆のを落とす手術をしたんですけどそれであの実際今回あのベスト50人に進出は決まって決まってたんですけど退院が決まってないでそこはもう先生とも相談して土曜日に最低でも土曜日に退院させてくれと。 いうことだったんですけど、あのその手術後の状況が分からなければ退院できないじゃないですか。なので、すごいヒヤヒヤしながら迎え<う>てたんですけど、誰にも連絡してたんですか？あのまああのマジャネゴのそのうんと担当にはあの話はしてまして、でもまああの一週間前ぐらいからなんとなく行けるんじゃないかというような話はあったんで、まあこれは大丈夫だろうとまあ本当にまああとはギリギリのところでたぶん二日前とか。 あの三日前、退院三日前の状況が悪るから、もうすぐ連絡をするという状況だったんですが。胆嚢を取ったっていうのは、はい、症状としては、なんかどこかが痛いとか、苦しいとかあるんですか。胆嚢炎で、ここがものすごく痛くて。で、えー、っと、月曜日の夜中からもうずっと痛くて。で、火曜日に、あの。月曜日に病院に、別の病院に行って、点滴を受きながらやったんですけど、もともと胆嚢のいろいろ。 あの検査を受けてた病院があったんでそこにもう一回火曜日に行き直してずっと痛かったんですけどで行ってえー、っともう緊急入院ですという話になってでその痛み止めを打っても,かもうほとんど効かないでずっと痛いっていうそれを2日ぐらいやってであんまりで旦那の,の炎症があるんですけどそれがひどくなりすぎたからっつってここに針を打ってそしたら海とその胆汁がビューって出ながら。 でそこずっと 3, 3日間ぐらいその丹応が収まるので管をこう反 <laughs> 川から管がずっと出てそれを流して出る状況をずっとやってました。でその後とその後火曜日に手術胆のを取してでまあその日は一日で手術を一日が一日で手術を終えて、まあ、目も覚めるのも当日なんですけどまあ傷はまあ残ったまま。 金曜,あの金曜日土曜日で土曜日の単位までなんとかまあ静かに時を過ごしながらなんとかなってくれって祈りながらやっててでもう先生にも相談して「ここは日曜日は参加するんだからよろしくお願いします」というようなお願いはしてたのででしたらたまたま運が良かった金曜日に退院できたんでちょっと土曜日ちょっといろいろ調整をしてでここに日曜日に助かったんでまあ何のためにね あの退院したか分かんないぐらいになっちゃうんで体はちょっとヘトヘトだったですけどまあ頑張りました。